西高岡駅は、富山県高岡市立の高池町にある、愛の風富山鉄道線の駅である。西高岡駅の開業を報ずる新聞記事、相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。駅舎は、下りホーム高岡よりにあり、上りホームへは、湖泉橋で連絡している。JR 北陸本線時代末期は、 富山地域鉄道部が管轄し、民間へ窓口業務が委託された簡易委託駅であった。愛の風と山鉄道への転換後も簡易委託駅の形態を継続している。JR 時代の自動券売機は、運賃改定に伴い撤去されたまま移管を迎えたが、移管から4年経過した2019年4月24日に、愛の風と山鉄道仕様の自動券売機が改めて設置された。 2017年3月の新旅客案内システム導入に伴い、福岡駅と共通で、高岡市民の歌、ふるさと高岡のおりんによるアレンジが到着メロディとして、使用開始された。2020年度の1日平均乗車人員は472人で、ある。富山県統計年間高岡市統計所及び愛の風富山、鉄道発表資料によると、 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。かつては水田が広がるのみであったが、近年は宅地化が進み、利用者が全増傾向にある。ありがとうございます。